1、2、3、4、1、2と3、4。ちょっと解説ですね。これはシャッセ系譜のエンディングになるわけですね。シャッセ系譜自体をしますと、先生お願いしますね。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、アンド、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。そしてブレスラインをワン、ツー、スリー、フォーとするわけですが、この後ですね、この後のエンディングが今問題になっているわけで、それで、例えばエンディング1はワン、ツー、スリー、フォーですね。まあカウント的に今ワン、ツー、スリー、フォーと言いましたが、プレスラインがワン、ツー、スリー、フォーですから、ファイブ、シックスから、ファイブから数えてもいいんですけどね。で、なんて言いますか、まあ、大元のテキストをお持ちの方はご覧になるといいんですが、一般の人はあまり大元のテキストを、ね、持ってないと思うんですけども、まあ、ルンバで言えば、例えばアイーダとか、多少、ちょっとそのベーシックがね、30個ぐらいパスワードがあるんですけど、その中でね、例えば28番目とか、そういう後ろの方に書かれているステップだと、特別に、なんていうかな、よく踊られるエンディング、エンディングというのは終わり方ということですね。を次に、スパイシアとパスゴブリの場合は、パスゴブリのシャッセループの場合は、ここまでがこの1、2、3ですね。1でポーズして、2、3、4はその形を保つというところでシャッセ稽古は終わっているので、ここから何をじゃあ、実際踊るのにここから何を続けたらいいんだろう。で、続けるのは別に今の3つだけじゃなくて、例えばフラメンゴタップ、1、2、3、4とか別にいろいろ続けるものはあまり多くはないんですけどね。全然あるんですけども、取り立てて3つエンディングはわざわざその次のページからね、別に書いてあるんですね。でそれを通常、まあ、シャッセ系譜のエンディングといって、名前ですからエンディング1、エンディング2、エンディング3、まあでも、レディーズ・スピン・トゥ・ライドとかね、まあ、そういう名前を軽く書いてあるんですけれども、それを今紹介しているわけですね。で、もちろん競技会とか、まあ、とりあえず足型自由の競技会とか、先生と生徒が発表会で、ダンスパーティー発表会で踊る、生徒同士が踊っても構わないし、先生同士が踊ってもいいんですけど、そういう時は別にフリーの足型であれば何でもできるからね、別にシャッセ稽古、ね、シャッセ稽古自体も例えば、シャッセ稽古自体も、ワン、ツー、スリー、フォー、エン、ファイブ、シックス、セブン、エイト、でここで女性が例えばキックして、そう足を曲げたり、スルー入れてもいいし、そのままこう来て、こう来て、タッタッタッと来たら、ここでぐるぐるぐるっと回してから、ポーズを取るとかね、こんなことも全然自由なので、ありなんですけども、要するに今、ここで説明しているのは、皆さんも分かっていらっしゃると思いますが、教科書のね、大元の教科書の基本ステップと言われるね、それが30ぐらい規定されていて、じゃあ何の時にそれを使うかといったら、例えば競技会で、規定フィギュアというか、その規定フィギュアじゃないですか、制限付きでそのベーシックフィギュアじゃないとダメですよという、DQ とかですね、ノービス、ナービスという新人級の時とか、そういう時に今のように勝手にキックしたり回るようなのは使えないからね。先生と生徒が発表会するのはいいと思うんですけど、ただそういう時は細かく言うと、テストルーティン部門とかね、そうするとテストルーティンしか使ってはダメで、あまり勝手に振り付けはできませんけどね。で、そういうその
基本ステップの中だと今のエンディングは3つね書かれていて、でそれはこのそうですね、エンディング1はさっき、これね1234で、だから改めて1から数えるとヘジテーションをして、そしてそのね、これはなぜかというと、当然皆様も分かってらっしゃると思うけど、ここでこうやって1、2、3、4しますね。全部乗り換えちゃうと1、2、3、4となって、今度これが1になってしまいますが、パソコンでは通常偶数動ですから、男性ほぼ毎回1は目安ですからね。だから今のようにしちゃうと1、2、3、4で左から出なきゃいけなくなっちゃいますもんね。なので一歩ヘジテーションにして乗せたりなければ、1、2、そして3、4となるので、めでたくいつものアペルができますね。で今のは一歩抜いてお休みするタイプでしたが、今度は逆に一歩増やせば、ね、1、2、3、4をして1、2と3、4とすると、また同じく次に、ね、めでたく、ね、できます。それからナンバー3の方は、こういう風になる。ナンバー3がエンディング3が一番複雑な複雑で、1、2、3、4をした後、ここに乗るんじゃなくて、こっちの方に戻りますので、まあ、4の後半で1、2、3、4と来るか、もしくはもう、そんな4の後半と言わずに、1、2、3、4で迎え合って、そして1、2、1と3、4という風に、女性が回転するパターンですね、ダンスの教師、先生の試験でもなければ別に、とにかく腕の下で回ればいいので、ね、パンパラパンパラパンパラパンパンパンパラパン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 、終わりのクローズポジションでもいいんですけれども、一応テキストにはプロムナードシーンと書いてありますので、まあ、こういうふうにして、ね、一応終わってくれますけどね、本当に今の向きが。1、2、3、4、1、2、3、4、ね、こんな感じが射精ケープのエンディング1、エンディング2、エンディング3でした。1、2、3、4、1、2と3、4、1、2、3、4、1、2、and 3、4、1、2、3、4、1、2、and 3、4。皆様ご視聴誠にありがとうございました。シャッセケープはツイスツおよびフレゴリーナ&ファロールと同じようにかなりパソドブリの中では複雑なステップですね。しっかり学習しましょう。他の足型もすべて網羅しておりますのでお役立てくださいませ。スタンダードラテン10種目の他にジルバとかブルースの足型辞典も完備しています。それでは皆様チャンネル登録もよろぴく。